はい、どうもこんばんは、トレインです。本日から視聴者参加型プレゼント企画をしていますが、先に上げた動画が YouTube の規約違反に触れていたっぽいんで一旦削除しました。本当に申し訳ないです。新しいエントリー方法などは動画概要欄に書いてありますので、ぜひご確認ください。それでは本日のマリオカートどうぞ。はい、ということでやっていきます。さあ、最初のコースはドッスン遺跡。さあ、しっかりリスク決めて。ちなみになんだけど、だいぶねバタバタしすぎてて、なんだろうな、今ね撮影してるのがね7月11日のねちょうどね10時なんですよね。もうめちゃくちゃバタバタしてて、もうあの夜中に撮れなくてあかんかったわ。なんでちょっと声がね寝てるかもしれないんですけど、そこはねご了承いただけたらと思います。しっかりインついて、ちょっとね後ろがミドさん持ってるんで、あんま追いつかれたくないなと思ってコイン取らずにちょっとイン締めてます。よいしょい。さあ飛んでコイン取る。さあ後ろ近づいてきてるな。ちょっとここ緑コーラ投げられると怖いから、後ろ警戒しといて、ピョンピョンピョンと。よいしょい。さあ、まあここをどうしようかな。まあコイン使っといて大丈夫だな。よいしょ。さあしっかりインツイ。次はダブル交換しておきたいね。ほい、交換して何が出る。ちょっと止まんない、アイテム止まんない。おお強いな。どうしよう、割と置いてもいい。後ろどうだろうな、ちょっと遠いんだよな後ろが。こういうちょっと四角とかに置いとけば意外と当たるんじゃね。おい、当たってる。オッケー、いいね。置き場所が完璧だった。よいしょい。さあしっかりジャンプして、おい、いいね。今日初っ端からニートのさ歴然してるよ。ピョンピョンピョン。まあただこっからでもね全然負ける可能性はあるからね、油断しないで走っていきたい。よいしょい。さあしっかりジャンプ決めて、強っ。俺強くね。やば、鬼ほど話してるんだけど、マップいいね。朝から楽しいマリオカートしてるわ。あー来た。まあ、トゲゾウは、まあ、大丈夫かな。一発表のコインで受けて、そっからまあなんやかんやすれば大丈夫かな。さあ、あーまあいいや。さあ食らって、おおサンダー食った。いやちょっと待って、いやちょっと待って、ちょ話が違うんだが。ねねねねねね、無理だって。待て、いやー終わった。いやさすがになー、この負け方はちょっと納得いかねえが、まあ、これがマリオカート、もう仕方ない、受け入れるしかない。終わった。もうしゃあない、やめてやめて、危な。うん、もうこれは仕方ない、もう負けるべくして負けてる。さあ第2レースはエキサイトバイク。まあここも無難に打開していきましょうか。よいしょ。ちょっと全然アイテム止まらんねんけど、アイテム止まんないときマジ打開やめといた方がいいかもしれない。ちょっと止まらん止まらん。止まってくれ。ちょっとよいしょ。これあれかもしれんな、ちょマジでアイテム止まんないから、止まらない方が割と勝てるかもしんねえ。よいしょ。これ打開肝心な時にアイテム止まんなくて負けるとかね、一番あかんから。あーどうしようかな、テスター使って。よいしょ。おー木野さんか、どうしようかな。まあでもスターだけ交換して前詰めるでいいかな。よいしょ。まあ2個取られる可能性もあるしね。さあここでしっかりインついて、コインが5枚だからどっかしらで回収しておきたいね。さあ前が近くて、うん、俺木野さんスターだからかなり強いなこれ展開的には。前も潰し合ってるから、まあ、これはなかなかあれだね、うまいことやれば全然勝てるんじゃないか。さあしっかりインついて、よいしょい。さあしっかりジャンプも決める。いいんじゃない、前荒れてる、めっちゃ荒れてる。よいしょ。俺はもうここをもう抜いていくだけ。さあ周りに危ねえアイテムがいないかしっかり確認して、はいはい詰めていく。やばい、コインか、危ねえ、ファイヤーに見えたわ。ほら見てこれ。もうガン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 前行って、この状況よ。うん。危ろ、狙ってきますね。もう強い、俺負けないよこうなったら。よいしょ、ジャンプして、さあ前のバナナ怖いからそれだけ警戒かな。よいしょ。さあライン外しといて、はいここし、もう何なんだよそれ、もう。それはちょっと納得いかないかな。もう完全にカジノムーブだったけどな今の。危ない危ない、もうやっぱ後ろちゃんと見とくべきだな。うん、終わっていく、終わった終わった、無理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 、危ない、しっかり避けて、赤に赤に、ちょっと消えた、終わった。さあこれしっかり防御して、うーん、くっそーの緑コーラがきつすぎるな。さあ第3レースはレインボーロード。さあアイテム取り逃したけど、こうなったらまあゴリゴリとインついて、いやーそれ吸っちゃうのか。当たってないように見えたけどな、まあ仕方ない、当たったなら当たったでしっかりインついて、なんか赤持ち いるよな。そうだよな、なんか落ちてったもんな、止まるか、譲ってやろう譲ってやろうってか、赤コーラ投げられたらもう
あったまっちゃうから譲っとかないとな。さすがに前投げるよな。おお投げた、オッケーオッケー。さあアイテム割って、まあ、後ろに下がっちゃったから、そうだな、これは打開狙いたいな。まあ、打開狙うっつっても、まあ、そこまでダラダラ走るつもりはないから、よいしょ、まあ、いい感じにキノコ使って、スター、そうだな、これどこで履こうかな。まあでも前近いし、割とまだほじってても大丈夫な気はするんだよね。さあ落ちてるコインはいいね、取れる、投げてる。いや怖いな、その緑コーラ全然吸っちゃう可能性ありそうだから、やばい、もう分かってた、ちょっとどこにいるか分かんなかった。まあここは使うか、さすがに使って、まあでもこれグライダーのところでバグボ全然出る位置だろうから、まあ、そこは気にしなくていいかな。やばい、またやられる、こいつに危ない危ない。ちょっと裏が弱いな、ミドさん。まあでも勝負かけるにしては弱いよな。まあでも一応キノコ持ってたところで感があるので交換はしようかな。さあ、あとはトゲゾウ来て次のバグボでなんやかんやできたらって感じかな。やべ危ね、後ろ投げてこれもう一気に前出ちゃおう。さあよいしょよいしょ、お引かれてる、いいよ、ぴょんぴょんと。あのなんかなんやかんやなんか1位出れそうだぞ。わーお、え、ちょっと待って、1位回避してるやん。ねえ、なんじゃその運は。さすがにそれはどうしようもないな。いやでもまだバグボの可能性があるから俺はそれにかけていきたい。よいしょ、ジャンプして、まあ、2位につけてるからね、まだワンチャンはある。さあアイテム何が出るか、ちょっと頼むわ、いいの来い、いいの来い、きたーこれだよこれ、俺が欲しかったのはこれだよ。よーし、さあ赤投げて、あ、ちょっと待って、赤コーラどっか行ったんだけど、おーどこ行ったんだよ、やばい、俺に赤コーラ来た、おーい、もうおー、また後ろに赤コーラ引かれんのか、ちょっとマジかよ、危ない危ない、うわー悲しすぎる。さあ第4レース目はワリオスノーマウンテン、やばいアイテム、おーオッケーオッケー、キノコ来い、よーしいいよ、これはしっかり飛んで前に出ていきたい、これ競り勝ちたいな、うまいこと競り勝ちたい。こうスリスト取って押したりしない、押せ、押したか、いやこれは押してもらう、逆にここ UMT 貯めれないか、いやーこれスリスト取られて抜かされそうだけど、これはもう邪魔をする、あー抜かれてるけど、これはスリスト取って前に出ちゃおう。ちょっとこうやや強引なやり方だけど、やばい押される、まあ押されちゃったな。よいしょ、ジャンプ決めて、前はキノコ、後ろはあれ、後ろいないな、どこ行った、よいしょ、ジャンプして、ちょっとコインが足りないのが痛いけど、まあなんやかん、いや危ない、とりあえずダブル取って、うーん、こうなったらな、トゲマジでも全然いいんだよな、後ろ取る、お、やばい、お前、おお、なになになに、お前どこから出てきた、ルイージやばすぎだろいなかったやん、さっき確実に通る、絶対通ってないよなやばみがすぎるさあアイテム取って、クラッカー、まあここは入っといていいかな、おおいいね、ただちょっともうちょい様子見たいな、トゲゾウ来る可能性も全然あるから、やばい押されて、おは嘘でしょ、めちゃくちゃ早かったけど今の赤コーラ、あーあああ踏んだり蹴ったりだなこのレースこの状況から勝つのってやっぱりこう自分の保身をしつつ、あ、来た来た、トゲゾウ来た、これはトゲゾウ来てちょっと消さないように早めに使っといて、よいしょよいしょ、しっかり引いて、これはイン刺す、当たれ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 、当たんないか、おおでも潰しちゃってる、これワンチャンある、ワンチャンある、いいよいいよ、これはシングルしっかり取って、さ、前の人の、攻撃アイテムにやられないように気をつける、それだけ、やばいなこれ、すりつけられたら終わるから、よいしょ、まあ、いい感じのタイミングで抜き去って、オッケー、危ない、はい、1位対戦ありがとうございました。さあ第5レース目がレインボーロード SFC のやつですね。さあしっかり、お、バナナありがたいね、さ、これはすぐケツつけて、うん、後ろキノコばっかだから、あー、なんか突っ込んできてくれた、ここはまあ SMT 解放でちょっと前抜けといて、ここしっかりジャンプ決める、さあここはまあ後ろ近いし、まあ、なんやかんやされるのが怖いんで、まあ、ケツはつけといていいかな。さ、しっかりインついて、コインも10枚にしていく。さ、後ろのドンキーが近い。うん、赤持ってんのかな、なんか持ってるのは見える。どうしようかな、攻めよう。当たれ、当たんない。これ赤コーラ投げられたら終わるやつだけど。これはあれか、平和なドンキーか。持ってないわけはないと思うんだよな。うん。まあ、そっちがね、平和にしようとも、俺はね、ガンガン攻撃するけどね。当たんないね、しっかり避けてくるね。またバナナ引いた。おお、早いな、サンダー。まあでもこのなんだろうな、回避の少なさからしたら割とまあ楽な方ではあるな、サンダー受けた
側としては。右行くか、よいしょ。さあ赤引かれてるから、これはもう即決つけといていいかな。さあしっかりインついてジャンプもする。怖いな、ちょっとどっかしらで潰しておきたいけど、なかなか難しいかもしれんな。こうなったら赤コーラ消すことを視野に入れた方がいいかもしれないな。うん、多分アイテム投げられた後に投げられるだろうからね。やばい、ちょっとブレーキ踏んで、危ない。消せねえな、この位置消せねえな。まあいいわ、まあ、2連で投げられなかったらまだ大丈夫。ちょっと後ろ確認しといて、赤コーラ投げられてるか見る。投げられてるね。さあここは消して、おお、なんだなんだ、おお、なんかラッキーだ。よーし、やったさあ第6レース目はまたもやエキサイトバイク。ちょっと先ほどのようなね、あの意味のわからん緑コーラにやられないようにしっかり気をつけていきたい。ちょっとまたアイテム止まんないな、これ。止まんないの困るな、全然止まらんやん。なんか重たい人がいるのかな。まあいいや、よいしょ。重たいって分かってるんだったらまあ行きゃいい話やから、よいしょ。さあここはまあ使って大丈夫かな。なんかいいアイテム引いてくれたら。あー微妙、めちゃくちゃ微妙だな。これ止まりたいな。止まってなんやかんやするのありだと思うな、これ。止まるか、よいしょ。さあキノコを捨てて、赤コーラもまあ投げとくか一応前。さあ止まって、ちょっと止まりすぎよくないけど、よいしょ。トゲゾーンも投げてしっかりダブル交換してる。近畿のいらないから一応吐いとくか、次のアイテムでしっかり交換していけばいいかな。結構前と離れてるから、まあ給油割りしなくても割といいアイテム出るんじゃないかなっていうのが俺の今の味方かな、よいしょ。まあ、でも9割するに越したことはないのはまあ間違いない。さあ8割どう、なんかいいの出るかな。スター出たら結構おいしいけど、どう。ありがてえ、ありがとうございますさあジャンプして、次はあれだな、スターとこのキノコ交換してマジいいアイテムを引いてもうぶち勝つ。いやーマジか。いやでもここのあれはまだ悪くないな。とりあえずここしっかりダブル割って、キノコありがてえ。さあなんか周りにミドさんかなんかいたような気がしたんだけど、気のせいかな。うん、大丈夫そうだな、よいしょ。まあこっからはまあ被弾、おっぷな、なんや、あのキラやばいな。まあこっから被弾しないように気をつけつつ、まあしっかり総力でねぶち上がっていけたらなと思う。さあ前出てブーメラン警戒だな、これ絶対投げてくるから。飛んできてないかな、うん、いやー終わったと思ったら大丈夫なんですね。危ない危ない。さあスター持って前出てきたよ、よいしょ。ジャンプして、前もスター持ってんだよな。よし、これでこれでどう勝負。いやーダメだ、ダメだ、光ってるから投げれんまあまあいいでしょうそれではご視聴ありがとうございました。バイバイ。